えっとね、えー、ナンバー、えー、k v i d 2 9 2 1かこちゃんへのメッセージ、これ、えー、っとね、昨日何があったかって言ったら、関東でも関西でも大雨が、えー、降ってるんですよね。朝はあの晴天だったのに、一瞬で。で、これ、なぜかって言ったら、これね、あのー、まあ、 まあこれこの動画はねアップロードできなくなってるんですけども、2919から本当は見てほしかったんです。カコちゃんや皇室の方たちやテレビ局関係者の方たちへ、この番号から2020、2021、なんかこの辺の、この近辺の年代に似てるでしょ。2022を見ればわかります。天気のことが寝転んだだけでこれ。巨人と楽天の得点の入り方が逆。それも大雨の原因。楽天の相手はヤクルト。 東京勢は寝込みを襲っているっていうこの内容ね。だから、あの、エロ教科の総本さんが東京っていうのも、それはもう間違いないことであってね。例えば地方で、福井県でそんな大きな勢力あるかってのはないです。ね。で、もあの、この辺のところとか僕は寝転がって撮影して、あれこれ言ってるんですよまあ、あんまりないですよ。こ,こっちなんかもう12秒。十二秒、十二秒、こっち、こっちの、あの、こっちの方はね。こっちの矢印か、川さん、これはもう12秒、こうな長、長さ。 あまあ、さっきの表記は12秒だったんですけど、こちらの表記では11秒ですね。まあまあ、これ1秒ぐらいは誤差が出たりとかするんですけども、でそうなるとこれねもう、あのー、まあまあ、あのー、どういうふうな内容か、これ考えてもらったら分かります。これ順番に見てもらって、ね、寝転んでこれ撮影しながらこう言ってるんですけど、もう,もう,もう,もう本当はもうしんどくて、あのー、もうもう死,に死にかけてる <laughs> ような状態。 本当にあの声今笑ってますけども,もうこの時全然もう悪いことじゃないから本当に本当にしんどくでこっち側のね2919は佳子ちゃんがこういうふうにしてるあの僕へ向こうの方からの,あの要請でみたいな僕のせいにするようなことを言ってたんですよ。 あのー、パルテオン診断を見に行ってる時のねで、僕からじゃないんですよ。もっと昔から、あのー、技術者とは、えぇ、ー、紀子様とかが行かれてるんですね。で、<ー>僕はこの の頃カゴちゃんたちが、えー、1998年ぐらいの頃からもう平成の天皇陛下も含めて文人、えー、さんも知ってるはずなんですけども,もう、あのー、海外へ行かない方がいいとエネルギーの臨む問題の方が大事であるともうこれは世界中で、えー、話、えー、みんなでつけて、えー、そういう風な話になってるんですよその辺のところのその話を抑えた時にね でこういうふうな撮影をしてるときとかに、まあそういうふうなことを言ってるんですよ。その,の、役者としてもやっぱりテレビで出てるから、あの、アナウンサーとしても。あの、仕事してるのか何してるのかよくわかんない職業の人たちが多すぎるでしょ。で、えー、その辺のことを指摘しながら、もうもう、もう、自分もそれにもしんどいから、で、えー、寝転んでいたら、まあ、この日ね。 6点の入り方が、えー、巨人と、ねえー、楽天の、まあ、点の入り方が逆であると、まあ、巨人は、ねえー、試合している相手は西武ライオンズなんですけど、多分セ西武ライオンズに6点入って、えー、巨人が0点のはず、で楽天の方は、えー、0 4でヤクルトに負けてるんですけども、も、えー、楽天が4点入ってで、ヤクルトが0点のはずなんですよ。 で、それも大雨の原因。えー、楽天の相手はヤクルト。えー、東京勢が寝込みを襲っている。だから、エロ業界の保存さは、えー、東京だからもうそれで合ってるんですよ。これをね、あの、日付変更戦とかで、これ、もしかして気温持ち逃げされてるかもしれない。あの、本当に、あの、今年行ってたんだったら。あの、緯度、経度を考えたときに、えー、っとね、ちょっと待ってくださいね。いい映像あるかな。これかな。横向き。これ、これね、ちょうどね、 東京ぐらいの位置なんですよ、緯度、経度が。こ、まあ、横にすると。ちょっとここで、まあまあ、これでもわかるかな。ちょっとこの撮影の仕方じゃ、画面の見方とかじゃわかんないですね。これでこうしましょう。ここね、ギリシャ、アテンって書いてます。ちょっと大きく、アテネ。で、この横をずーっと行くと、まあ、東京よりもちょっと北、えー、福井県、福井県じゃない、えー、福島、東北、 えー、東日本大震災。ね、あのー、で、向こうで半袖でしょカコちゃんだけ。なんか変でしょ体温持ち逃げなのか、気温持ち,、ね、持ち逃げなのか、雨降る要素が大きすぎる。僕中心に物事を考えてくれたらいです。太陽の行き先がカコちゃんだったとするのであれば、そういうことです。で、君が入院とかいう声は聞こえてきてるんですけども、そいつが知識がないだけ。 えー、大したことない人間は、えー、引っ込んでおきなさい2024年6月の3日18時17分まだ証拠がいるんだったら昨日の得点見ますだからあの雨天大雨の中でね強引に試合進めて途中でねあのー、コールドにするんじゃなしあの途中でコールドじゃなくて試合中心しておかないと審判はよく分かってないですよ天気のこととか出しゃばりすぎ 自分たちで物事決めて。審判とかね、あのプロ野球業界の,その東京勢の,その意,地意地悪なところその、優勝回数の話でもうおケチャップついてるから、証拠なの僕のホームページにある。ちょっと待ってくださいね。結果って、えー、いうのをね、今、速報で見てみます。進んで、ちょっと待ってくださいね。昨日の2日ね。えー、これね。 まあ、日本ハムと DNA の得点も、ここも本当は逆になってる。9対2。本当は DNA。この日韓の,この余計な5号、本当にもう、あの鬱陶しい。スコアの野球のスコアをアクセスできるようにしとくだけでいいの。これこれこれ。ね。5回、こうゴールドでしょ。 得点の入り方とか。あえー、7対1だけども、それ、えーな、これ、7対1で得点が逆。で、阪神タイガースは、 えー、阪神対ロッテで、まあ、多分ロッテが勝つ試合だったんですけども、寝転んだから、だから僕は今年ロッテの優勝と横浜 DNA っていうことを公言してるでしょ。阪神タイガースが先行していたのは、まあまあ、あの、最初出だしが悪かったっていうのもあるんですけども、まあ先に DNA 一時首位に持っていってたじゃないですか。で、これね、あのー、阪神タイガースがある程度の順位にいれば、あのー、 クライマックスシリーズで阪神タイガースがこう追いすがってくるチームを追い返したりね、あのー、試合取り込めば、えー、できますんでね、その辺のことを考えてね、あのー、阪神タイガースを2位か3位に持ってこようと思っているんです。えー、まあ横浜 DNA がなんとか今年1位になってくれるのが、ね、一番いいんですけど、リーグ優勝して日本シリーズに進んでもらうのが。パ・リーグと同時期に、えー、クライマックスシリーズがあるから、そこはちょっと難しいところ。だから 楽天もロッテも、ええー、まあきっと、あのーう、1位、2位、3位のところに来ておいてもらわなければならない。で、もうリーグ優勝、この年に、あのー、楽天か、えー、ロッテが試合を置いてもらわなかったら、本当に困る。本当に。優勝回数少なすぎるから。あもう、その辺のところは、えー、ホームページ、淡井啓介の履歴のね、えー、ちょっと待ってくださいね。えー、っと、もうこれいいか。これちょっと上の方隠しとこうか。 あんまりこれすると見えにくいんだけどもちょっと待ってくださいねえー、っと117番ちょっと待ってくださいねじゃうえー、っとプ野球界の、えー、優勝回数117番もね重要なんですけども えっと、100日本のプロ野球の今までの順位。102番。ホームページは YKSK の利益、えー。こちらの方ですね。で、ここにあの証拠残ってるんで、その方向でものことを進めてるんで、もう巨人最下位に行ってもらわなかったらもう,どうしようなんですよ。話は折り合いがつかない。話が合わないっていう意味ですよ。ね。優勝回数。一方的でしょ。昔、僕は生まれた後ですよ。 この辺り、優勝がある程度、まともになってきたねあん、阪神タイガースが支えてるでしょどっが偉いと思います阪神タイガースが自分たちがね、リーグ優勝の数とか少ないのに、横浜 DeNA とかを支えてるんですよ。もっと支えてるのは結局僕っていうことになるんですけども。ね、だからパ・リーグの方は、 セーブライオンズとか抑え込まれてるのわ分かるでしょだからソフトバンクはちょっとおかしいんですよ。で、オリックスバファローズもダメなものはダメなんですよ。こう、近年何回も優勝したから。で、日本ハムファイターズは、ドームを2つ作ったから、もう絶対ダメ。で、ロッテ、東北楽天イーグル。で、まあこれは順位もあるから、だから昨日の試合、ライオンズがちゃんとジャイアンツに勝っといてもらわない。困るんですよ。 ね、ジャイアンツが最下位経験しなきゃなんないんですから。最下位の数が全然ダメなんだから。一回しかなったことないんですよ。だからよっぽど汚いルールを、ダーティーなルールを使用しなかったら、こういうふうな優勝回数とかならないから、もう B クラスが何回とか、A クラスが何回とか、分かってるから。 阪神大会、最下位、最多体、こういうことです。もうこれ以上半するとややあの、長くなるんで、各自で僕のホームページ、えー、チェックしてください。102番、他にも117番とかね、スポーツ界の人たち、えー、あと天気のこととかね、しっかりと覚えといてください。変な抵抗、見苦しい、本当に石川選手、見苦しい、本当に以上です。